はいさい、ちゃまりです。夏真っ盛りですが、あちこちのお店で夏物がセールになってもう秋服が出始めてるので、今回は GU の夏服セール品と秋の新作で今から秋まで使える1週間コーデをやっていきます。ちなみに全部で約1万円でした。安い。 GU に行くの久しぶりだったんだけど、気になるアイテムが多すぎて選ぶの大変でした。今季大豊作だと思います。ということで、ルックブックスタート。まず一つ目のアイテムから夏のセール品なんだけど、この T シャツなんと390円だったの。メロー部分のバイカラーのステッチ可愛いよね、これ。それからこのスカートもセール品。これさ、別に季節問わないデザインと素材って感じだったから、まあ、真冬はちょっと寒いかもしれないんだけど、結構年中使えると思うんだよね。これ買っといて損はないと思います。ちなみに3色展開でした。靴とカバンは黒で統一して、ちょっとだけ重たさを出して、あの夏っぽくなりすぎないような感じにしました。ちなみにこのカバンはね、あのコーチの福袋に入ってたやつ。コーチの福袋は毎年当たりだから絶対買った方がいい。で、ちなみにこの帽子もコーチなんだけど、これは旦那のやつ勝手に使ってます。ということで、一つ目のコーディネートはこんな感じです。まあ、今すぐにでも着れるコーデなんだけど、どちらかというとイメージとしてはこう8月終わりから9月の頭あたりの、なんかそろそろ秋服着たいな、でも夏の暑さなんだよなみたいな時に楽しむコーデみたいなイメージです。このトップスのピロピロが可愛いの。このスカートね、この値段の割にかなり形綺麗だと思います。この後ろがゴムだとさ、結構お尻周りモコモコしちゃうじゃん。でもこれ見てもらうって分かる通り、かなりスッキリしてんの。あ、ちなみにね、膝ぐらいまでスリット入ってるから、意外とこのスカート動けます。ほら、こんなに動ける、こんなに動ける、ほーら、もういいよ。ということで、次のコーデいきます。次はね、またこのスカート着回していくんだけど、トップスがちょっとごめんなさい、いきなり GU じゃないの使います。これはね、確か去年島村で300円ぐらいで買ったやつです。あ、今年も似たようなの売ってたんで、気になる人はぜひ買ってください。意外と頑丈です。これに合わせるのは今回新作で出てたこちらのノーカラーベスト。今年はずっとこういうベスト流行ってるよね。今回初めて買ったのよ。あ、ちなみにね、襟付きのベストも別で出てたんだけど、そっちはちょっとオーバーサイズ気味で、ちょっと私が着るとね、なんかダボっとしちゃってあんまりしっくりこなかったから、もうちょっとフィット感のあるこっちのベストにしました。今髪が短いからあんまりアレンジとか楽しめないんだけど、こうやってちょっと耳にかけるだけで印象変わるから、この微妙な変化を楽しんでます。ということで、2つ目のコーディネートがこんな感じ。こういう丈長めのベストとかアウター着ちゃうと、私腰の位置がすごい低いから、ちょっと足が短く見えちゃうんだよね。だから前を開けて、このハイウエストでごまかした高い腰の位置っていうのをちゃんと見せてます。ちなみにこのトップスの黒とスカートのベージュでコントラスト強めにしてるのもわざと。こうするとウエストの位置がはっきり分かりやすいから、よりこの低いウエストをねごまかせるんだよね。ウエストごまかす話したら2着目終わっちゃった。ということで、3着目いきます。3着目はね、デニムを買いました。というのもね、ずっと愛用してたデニムが最近急激に太ったことでね、入らなくなっちゃったんだよね。ハイウエストというかね、ちょっとなんだろう、股上が深いみたいな感じで、ちょっとレトロな雰囲気があって、私この形すごい好き。ここに合わせていくのはこちらのレースシャツ。これ値下げされて990円でした。カラー展開がね、確か4色ぐらいあって結構迷ったんだけど、まあ、秋口まで使えるようにね、ブラウンを選んでみました。ちょっとオレンジがかったブラウンで、かなりこの色気に入ってます。1000円切ってるとは思えないぐらいね、このレースの肌触りも良かったです。ということで、3つ目のコーディネートこんな感じ。まだまだ言うて夏だから、お腹も足も出してこう、そんな感じのイメージです。このレースシャツがね、丈短めですごくスタイルよく見せてくれる。ちなみにこのインナーに着てるブラトップも GU のやつです。これかなり使えるアイテムだと思う。一着持っといて損はないんじゃないかな。このジーンズ2500円以下と思えんぐらい形綺麗だわ。腰回りもかなりすっきり見えていい感じで、このシャツね、やっぱりかなりおすすめ。なんかこういうレースのトップスってさ、なんかこうカーテンっぽくなっちゃったりするじゃん。特にこのブラウンはそういうカーテン感みたいなやつもなくて、あんまり安っぽさ感じない感じでした。インナーによってかなり印象も変わるし、すごく着回しの効く秀逸なアイテムだなと思います。ということで、次のコーデいきます。次はね、このデニムにさっき着てたこのベスト合わせていきます。で、インナーはこのブラトップのままでいきます。というのもね、このベストね、結構しっかりめに裏地がついてて、さっきみたいにね、あのハイネックのニットとか合わせちゃったらめちゃくちゃ暑かったんだよね。だからこのまだ暑い時期はね、このインナーをなるべく涼しげにして夏っぽく合わせていきたいと思います。色味の少ないシンプルなコーデなので、ちょっとね、華やかにするために金縁の伊達メガネかけてみました。ということで、4着目のコーディネートがこんな感じ。シンプルで大人っぽく、涼しくてトレンド感のある、そんなイメージのコーディネートです。このベストはインナーによって全然印象変わりますね。一着持っとくとすごい便利なアイテムだと思います。ちなみにこのコーディネート結構個人的に気に入ってます。なんかしっくりきてるんだよね、これ。はしゃいでます
ということで次のコーディネートいきます。ずっと着回してたこのベストなんだけど、実はねこれセットアップ商品なんだよね。そのセットアップのパンツがこちらのハーフパンツ。よいしょ。わーすごい、不思議、魔法みたい。はい、ということでね、合わせていくのは最初に着てたセールで390円だったあの T シャツに、セットアップのベスト。ハーフパンツで子供っぽくならないように小物は黒で統一して、さっきも登場した旦那のキャップを勝手にかぶったら5つ目のコーディネート完成です。まあ正直ちょっとね、キャップいらんかったかもなって思ってる。なんかせっかく大人っぽく仕上げようとしたのに、これでまたちょっと子供っぽさというか、なんかやんちゃっぽさ増しちゃったなみたいな。インナーのフリルもねちょっと可愛くなっちゃったかな。まあ若い子だったら可愛いコーディネートだと思います。ちなみにねこのパンツウエストは後ろゴムなので楽ちんです。でこのハーフパンツね、かなり丈の設定が絶妙で、この太ももの太い部分っていうのを全部隠してくれるから、結構足が細く見えます。ということで次のコーデいきます。次はこのハーフパンツにさっきも登場したこちらのレースシャツ合わせていきます。このままさらっと羽織っちゃって、カゴバッグにサンダルなんか合わせちゃったらラフに夏を楽しみますっていうコーディネートの完成です。さっきからこのブーツサンダルばっかり履いちゃってると思うんだけど、本当にこれね便利なのよ。何合わせてもいい感じになる。概要欄にリンク貼っておくので、よかったらぜひ見てみてください。売り切れてないといいんだけどな。ということで6つ目のコーディネートがこんな感じです。露出してますって感じにはならないんだけど、程よく肌見せしてかなり涼しげなコーディネートになっております。いやこのレースシャツ本当に優秀だわ。何合わせてもなんかいい感じになる気がする。こっから先の夏から秋にかけて私かなりこのシャツヘビロテすると思います。ということで次のコーディネートいきます。次が7着目ラストのコーディネートですね。最後もねまたこのレースシャツ合わせていくんだけど、これに合わせるのは最初の方に着てたこのスカートですね。でずっとこのシャツをね羽織として使ってたんだけど、今回はね前を締めてスカートにインしてちゃんとポップスとして着ていきます。この襟付きのシャツをタイトなスカートにインして着るって結構レトロな感じで好きなんだよね。なんか朝ドラっぽい雰囲気でない？ここにオレンジのサンダルと黒いバッグ合わせようと思ったんだけど、なんかこれだと本当に朝ドラっぽくなっちゃったんで、ちょっとそこは変えて、まあ、ものすごくこれね合わせるやつ悩んだんだけど、結局ねこの涼しげな夏っぽい素材のクラッチバッグに変えました。ちなみにこれはね旦那のお母さんにプレゼントしてもらったやつです。めちゃくちゃセンスよくない？これ超可愛くて気に入ってんの。ということで7つ目のコーディネートがこんな感じです。ちょっとレトロな雰囲気かつレディーな雰囲気を醸し出して、女らしく夏を楽しむ、そんな感じのイメージでコーディネートしてみました。このシャツ襟がちょっと大きめなのもね、またレトロな雰囲気出して可愛いよね。ただこのシャツかなり丈が短いから、ちょっとでも動くとねウエストからポヨンって出ちゃうんだよね。そこだけちょっと気をつけてください。ということで今回全部でね6アイテム約1万円分しか買ってないんだけど、1週間分のコーデ組めちゃいました。ということで GU の夏のルックブックでした。お気に入りのコーディネートぜひコメント欄に書き込んでください。気になるアイテムはなくなる前に早めにチェックしてくださいね。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。